あ今夜もねデュエプルの新カード情報が出ていましたので皆さんと見ていきたいと思います。革命類武士目リサイタロスということで能力なんですけどチップ能力でトレジャーマップのようなねサーチを行いながら革命2でアタック時に相手のパワー4000以下のクリーチャーを全てマナ送りにするっていうね結構豪快な能力持ってるんですが、まあ、全体除去を持ってるっていう点ではね結構偉いですよね。まあ、革命2っていうね、まあ、条件付きではあるんですが相手がね小型のクリーチャーでビートとかね仕掛けてくるようなデッキなのであれば結構ねカウンターで刺さってくるとは思うんですが何のデッキに入ってくるのかなって言われた時にそこまでこのカードを入れなきゃみたいなねことはなさそうなんですけど、まあ自然の侵略デッキにね、まあ、1枚2枚刺してあげてこいつ自身がね侵略持ってたらめちゃくちゃ強かったんだけどね、まあ、さすがにそれは強すぎか。でもまあサーチしてなんか侵略のねクリーチャー持ってきながらそのままこのリサイタラスで殴って全体除去しながら侵略するみたいなことをできたらかなりね強いと思いますので、まあ、そんな感じで使ってあげるのがね一番強いんじゃないかなと思いまして、ということで続いてのカード見ていきましょう。レッツゴー。さあ続いてのカード見ていきましょう。従軍隊シュパックということで能力なんですけど相手のシールドが2つ以下なら自分のマナゾーンからクリーチャーを召喚し自分のターン終了時自分のマナゾーンから進化クリーチャーを好きな数ハンドに戻しても良いという能力と相手のカードの能力または効果によって自分のクリーチャーがタップした時に自分のクリーチャーを全てアンタップするという能力で4マナで種族にコマンド持っててパワー4000ラインでこんなに能力がてんこ盛りってめちゃくちゃコスパ良くないですか。かなり強いクリーチャーなのかなとは思いましたけど、まあ能力自体がね、相手のシールドが2枚以下ならっていうね、まあ結構条件が厳しいので、まあちょっとそこら辺どうなるかっていうね、まあ使用感、まあ使ってみなきゃわからない使用感はあると思うんですけど、まあ自分のね、マナゾーンから召喚したりとか、自分のね、ターン終了時、進化クリーチャー好きな数戻せるんで、侵略のね、クリーチャーとかね、ハンドに戻せるようになるのは、まあ結構強いのかなと。そしてもう一つの能力が相手のスパーク系統、タップ系統の呪文だったりとか能力を封じるということで今段からね先行の守護者ホーリーっていうめちゃくちゃ強力なねトリガーが増えますからそれのねまあ対策に、まあ、対抗策になるっていうのはねかなり強いと思うので、まあ、自然の侵略デッキであれば全然ね採用が検討されるいいカードなんじゃないかなと思いました。ということで続いてのカード見ていきましょう。レッツゴー。さあ続いてのカード見ていきましょう。成長目行ということで能力なんですけどバトルゾーンに出た時に自分のシールドを1つマナゾーンに置きますよと。そして革命2で自分のシールドが2つ以下なら自分のシールドがブレイクされる時に代わりにこのクリーチャーを破壊するということで、まあシールドの枚数をね調整しながらこのねブースト能力菊池師範代のね能力に引っかからないっていうのが、まあ、結構強いのかなと。師範代に俺親殺されてるからね。俺のマーシャルクイーンとか、まあガチロボとかね。いろんなデッキが俺はもう本当に師範代に殺されてきたんで、まあ師範代メタレンドはね結構強いのかなと。そして減ったシールドはシールドセーバーでね、まあ補うことできるんで、まあ結構ね理にかなった能力してますよね。紙だとねなんか緑ターンループでこのカード使われて、シールドのカードね全部回収することができたみたいなね、感じで使われてたみたいなんですけども、まあ、デュベープレはね、基本的にループができないので、まあ、革命目漁業っていうね、カードがあるんですけど、そいつとね、めちゃくちゃ相性がいいので、4、6と繋がりますので、まあ、デュベープレもね、漁業来ますんでね、漁業デッキでは採用されてくるカードなんじゃないかなと思いました。ということで、続いてのカード見ていきましょう。レッツゴー。さあ、続いてのカード見ていきましょう。革命目漁業ということで、能力なんですけど、相手のクリーチャーがバトルゾーンに出た時に、そのコスト以下の自然の進化ではないクリーチャーをマナゾーンから呼び出す能力と、革命2で自身の召喚コストを5少なくするということで、こいつ1マナになりますからね。1マナになったらやばそうだね。さすがに。まあ出せるクリーチャーはね、非進化の自然文明限定なんですけど、他色でも出せるんで、まあ、相手がね、出すコスト次第では、ビルヘルムとかをね、カウンターでぶつけることができるんで、めちゃくちゃ強いカウンターになりそうですよね。まあ、相手がね、小型クリーチャー出してきたら、まあ、それ同等以下のね、クリーチャーしか出せないんですけど、切り札級のカード出してきたら、こっちも切り札級のね、カードでカウンターできるんで、まあ、相手とのね、盤面アドバンテージを失わずに、
戦うことができるっていうのはね、結構このカードの強みなのかなと。あとコートニーだったりとかニガアブシュームでマナを染めることによって、まあ好きなもう全文明マナから出せるようになるんで、まあそういうデッキ作ってあげてもね面白いのかなと。あとねラグマール、霊気ラグマールっていうカードとめっちゃ相性が良くて、ラグマールの能力でラグマールをマナゾーンに置くことで、相手のねコスト4以上のクリーチャーが出るたびに一生ラグマールでマナに送り続けられるっていうね、めちゃくちゃうざいムーブができますし、あとね革命2で1コストになるんで、1マナ進化で爆速で侵略元としてね扱うこともできるんで、くじの目玉カードがこのギョギャラスっていうカードであれば、ギョギャラスのね侵略元としてはねめちゃくちゃ最適解になるんで、くじのね目玉カード楽しみに待ちましょう。ということで続いてのカード見ていきましょう。レッツゴー。さあ、9時の目玉カード見ていきましょう。裏核名目、ギョギョラスということで、能力なんですけど、紙からはですね、進化条件がちょっと緩くなってるのと、出た時効果で相手の進化クリーチャーもマナゾーンに送れるようになりましたと。紙だとね、進化クリーチャー除去できなかったんですけど、デュエイプルではね、除去できるようになったんで、まあ一見地味ではあるんですけども、強化は受けていますよと。で、相手のね、クリーチャーを1体マナ送りにして、選んだクリーチャーのコスト以下のクリーチャー1体を踏み倒せますということで、まあ、地獄門デスゲートのマナ送り版みたいな能力をしていますね。まあ、相手のクリーチャー次第では、こっちもね、フィニッシュ級のクリーチャーを出すことも可能なんで、まあ、相手にちょっと依存はするんですけど、そしてね、侵略条件がね、ちょっとコスト6以上の革命軍なんで、早期に侵略するのはね難しいかなって思うんですけど、まあ、さっきね発表された成長目ギョだったりとか革命目ギョギョを使って自分のシールドが1枚から3枚の状況でハンドが揃ってれば4マナで成長目ギョを出してシールドをね1つマナ送りにして、まあ、革命2でねギョギョは1マナになりますんで、成長目ギョにギョギョを乗っけてギョギョを殴るときにギョギョラスをね、まあ、進化侵略させるっていう、まあ、デザイナーズコンボっていうのかな、まあ、そういうのがね、まあ、達成できるようになりますんで、まあ、そんな感じでね、出してあげるのがね、結構強いのかなと思いました。決まればね、相当楽しいデッキになると思うので、自分でこういうデッキ大好きなんでね、ちょっと使ってみようかなと思いました。ぜひね、皆さんもこのギョギョラスだったりとか、革命目ギョギョにね、対する意見だったりとか、感想ありましたら、ぜひね、気軽にコメント欄で書いてください。今回のね、新カード紹介以上になりますので、またね、明日以降、新カード状況がね、新カード状況ってなんだ、新カード情報がね、まあ、発表され次第動画にしていきたいと思いますんで、ぜひね、最後にチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、また明日の動画と配信でお会いしましょう。さよなら。